立野村到着。なんかすっごい警戒されてるけど、敵から逃げてきて必死すぎる顔できたからじゃないの。きっと白馬の王子様来たーって思ってるんですよ。あの人男の人だったけど、またゲイの集まりかい。リンクって男の人にも好かれそうな感じだもんね。俺のおまるなんて。誰だ、こんな時間に怪しすぎるぞ。確かにリンクは怪しい。うん？よく見たら俺たちと同じハイリア人じゃねえか。よくわかるね。ハイリア人に悪い奴はあんまりいねえ。騒ぎ立てて悪かった。もう行っていいぜ。旅の途中で寄ったんだろ。大体のもんならよろず屋で揃うだろうし、宿屋なら奥にあるからよ。ありがとうございます。ガチでそろそろボール買いますから。俺だってたまには逆らってやる。今の腕じゃ先に進める感じがしないし、もうそろそろ買おうかね。その前にレシピ書いた日記を見つけました。お前そういうのほんと躊躇せず見るよね。てか私かぶってるんですけど。卵プリン以外は作れそうですね。きび砂糖がないですから。それ以外はハイラルのお店で買えそうです。あとお店のポスターにもレシピみたいの書いてありました。左のこれが何だかわからないのと、真ん中のキノコも何のキノコだかわかりませんでした。お米を買う余裕もないからまた今度作ってみよう。あいつまで貧乏冒険なんすかね。ポンコツがポンコツじゃなくなるまで。あ、ボール屋ですね。今回は絶対買ってやる。あれ、店員さんいないっすねここ。隠れるんじゃないですか。じゃあ早く店員さん戻る前にマネキンから剥ぎ取らないと。この人は何ちゅうこと言うんだ。うん、何回ますね。ち、いたのかよ。すみません。お疲れ様でーす。ベントエストは夜でも営業しておりまーす。私にご用ですかー。君ソフィラって言うんだ。なんで端っこに。ああ、私端っこで見にくいですかー。でもここが定位置ですので。何卒ご了承くださいませー。他にご用はございますかー。歳はいくつ？お前は何をスイッチ入っとんのじゃ。お前は何か、おとなしそうな女が好みか。どことなくパーヤに似ているような感じもするし、お前はおとなしい女だったら誰でもいいのか。俺みんなのリンクなんで。このポンコツが。うん、旅の人かい、ようこそ、と言いたいところだがこんな時間に上がり込むのはいただけないな。おっしゃる通り。ま、今回はいいけどよもてなしなんて何もできないぜ。これと言って話題も別にないけどせっかくだ俺のお気に入りでも教えとくか。一つは染め物屋の喋り方、もう一つはソテツさんのダイエット、あとはそうだな、北に位置する名峰ラネール山の景観だな。ラネール山といえば、ハイラル城のお姫様がみそぎに使っていたという知恵の泉が山のどこかにあるらしい。お姫様自らわざわざ出向くほどの泉だ。きっと王家が残したお宝が眠ってるはず、と俺なんかは思ってしまうわけだ。ただしラネール山は氷に包まれた秘境だ。お宝までたどり着けるものは少ないだろうな。ま、時間があるならいろいろ見てけばいいよ。あまり人の家にずかずか入るなよ。僕はそういう男なんで。今日だけの発言だけ聞いてればお前人としてどうなのさ。さ、ラネール山に行ってお宝ザクザクで大金持ちっすよ。貧乏冒険ともおさらばだ。勇ましい顔してるけど女くどこうとして服パクろうとしたやつだからね。こんばんは。雨だろうが警備をサボらない俺なのよ。旅の途中かな。トンプー邸にはもう泊まった。いえ。宿を利用しないってことはまさか、この果ての村に住み着いちゃおうなんて思ってないよな。俺かかりこ村の方が血やさされるんで。それはちょっと受け入れがたいな。なぜなら恋のライバルが増え、いやなんでもないなんでもない。この村は平和だけど外はまだまだ物騒らしいな。だからこそこうして俺が月見さんに言い寄るよそ者、じゃなくて村の平和を乱すよそ者が入ってこないように警備してるってわけよ。あんたのことでもあるんだけどな。そんなことよりあんた月見さんとはもう会ったか。まあ会ったって構わないが年下の可愛い少年アピールはほどほどにな。ああそれにしても悩ましい。我が年の人に何を送るべきか。ところでさ、トンプー邸の月見さんを喜ばせるには何を送ったらいいと思う。俺がってことじゃないんだ。友達の友達に相談されて困っちゃってさ。なんかすごく痛いやつでしたね。全然会話に入り込む余地がなかったですよ。年下アピールはやめてとかさりげなく言ってきましたね。いや、さりげなくなかったか。こうなったら興味ないですけど月見さんに会ってみたいですね。本当に興味ないね。鬼嫁さんだって知ってるでしょ。俺が一途なことくらい。いやもうわからない。痛いやつ月見さんとこ行ったんじゃないんですか。てかあいつ俺にも勝るストーカーですよ。今日は愚痴が出てくるねー。てか自分のことストーカーって認めちゃってるよ。ストーカー野郎いましたよ。ただいまストーカー中かね。あ、無視した。あいつがいるってことはここが月見さんが働いてる宿なんじゃないすか。そしてさっきのところが月見さんの自宅なんじゃ。ますます気持ち悪いね。雨の中お疲れ様でした。やっぱりあなたが噂の月見さんでしたか。トンプー邸へようこそおいでくださいました。普通のベッドなら20ルピー、ふかふかベッドなら40ルピーです。かしこまりました。またのお越しをお待ちしております。確かに綺麗な人ですね。でも俺の好みじゃない気がするな。なんかリンクの好み分かってきている自分が嫌。お客様、私に何か。好きなものは。なんなのいきなり。こういう時は適当に答えちゃおう。私が好きなのはバッタでございます。どんな女だよ。頑張りバッタ100匹に囲まれて暮らすのが夢でございます。なわけないでしょ。はい、腹黒決定。お前何回話しかけてんだよ。てかバッタに囲まれて暮らすなんて吐き気だわ。てかリンク気になり始めてるとかないだろうな。
まさか、こんな腹黒ごめんですよ。リンク、しつこすぎやしないかい。しつこいお客さんだな。言われちゃってるよ。そこには腹黒に同感だわ。ストーカーのために俺が何回も聞いてるんですよ。自分のためじゃないね。信じていいね。さっきの防具屋の人も気になってたみたいだけど、信じて大丈夫なんだね。俺勇者なんで。関係あるかな。まあ人の気持ちってのは変わらない保証はないですからね。かっこいいこと言ってるようでかっこ悪い。どうした、モテそうな若者よ。なんかよ、聞いてきたんだよ。え、月見さんが欲しがってるものを、本人に聞いてきてくれたの。夫はあまり興奮しすぎると知りたがってるのが俺だってことバレちゃうな。と、友達の友達に教えてあげなきゃ、月見さんの欲しがってるものってなんだ。辛い気持ち悪いものを注文してきましたよ。頑張りバッターを、百鬼。そうそう、そういう謎めいたところも月見さんの魅力なんだよ。って友達の友達は言ってるらしいぞ。興奮しすぎた、危ねえ危ねえ。でも頑張りバッターを百鬼集めるのは愛しい人のためとはいえきつそうだな。そうだ、あんた手伝ってやれよ。結構虫とか取ってきた方だろ。そうだな、とりあえず十匹集めてくれ。お礼は弾むからさ、俺の友達の友達のためによろしく頼む。ツッコミどころ満載だったのだが、あまりのあいつのマシンガントークに入る隙がなかった。とりあえず俺はモテそうな若者と。うぜえ。どうした少年よ。うわぁ、今からスパイごっこするからついてこないでよね。ついてこないでって言われるとすっごいついていきたくなりますよね。後つけちゃえ。わ、男女問わずストーカー。つけてるって書き添ってるね。スパイごっこですよ、男のロマンですよ。スパイとストーカーは男のロマンです。なんか間違ってるよ。でもロマンを求めることはわかる気がする。少年どこまで行くんだい。あ、到着かい。うん、そこに立たれると見えないんだよな。何が。シーカー族の女の子だよ。目が大きくて可愛いんだって。クーリンが言ってた。最近引っ越してきたのかな。お友達になりたいな。俺もお友達になりたいな。出た出た。どうせ可愛いって言葉で反応してんでしょ。あの少年のためにも事実を確認せねば。よし、その子のとこに行く前に清掃しよう。このままじゃ臭すぎる。もしもし。見た目的にはフードってなんか悪なイケメンってイメージがあるな。俺にはまさしくこれか。世間ではちょい悪イケメンで通ってるからな。誰がそんなこと言ってた。爽やかイケメンだろ。そんな褒められても何も出ないですよ。ち、自然と褒めちまってたぜ。これで頭の臭いのは防げるしょ。いや、二重でかぶれば臭さもさらに防げるか。臭さ防止のために同じの買うのやめてもらっていいですかね。これはなかなか硬そうな感じだな。だが股間のところが布では意味がない。うん、何を防ごうとしてるんだい。やっぱお金もないし無難にこれかな。一通り見たし早く買おう。やっぱ替えのズボンがあった方がいいか。甲冑の方が匂いは漏れにくいか。だが汗をかいたら気持ち悪さは半端ない。これは困った。とりあえずこんな感じにしときました。それが無難だったんじゃない。一番欲しかったのはパンツなんですけどね。そういう具体的なことは置いといてさ、もうここの店員さんのことは忘れてるよ。うわ、見つけてはいけない時に見つけてしまった。早く可愛い子ちゃんのとこに行きたいってのに。まあまあ久しぶりだし張り切っていこう。お願いですからあんまり張り切らないでください。はい、到着。今回はどんな無茶ぶりが来るのだろうか。考えただけで吐き気してきた。なんで祠来るたびにこんな思いしなきゃいけないんだよ。山が鳴ってマナカナみたいだね。そういうのぶっこんでくるのやめろ。あ、ごめんごめん。でもここもにゃおんなかったね。確かにあと一つシーカーストーンの枠が余ってますよね。うん、なんだこれ。これは、地球儀。違いますから。あれじゃないの、マダガスカル的なあれよ。あれさ、マダガスカル的なあれさ。おみよめ。黙れババア。すみませぬ。またぶっこんできやがって。だいたい地球儀じゃねえって言ってんだろ。はい、深く反省しております。これは何をしてるのですか、ホワットイズディス。いちいち言い直すな。俺だってよくわかんねえよ。ただコントローラーと連動してるみたいだな。コントローラーを傾かせたらこの床も同じ動きをするな。そうやってゴールを目指すんですね。ゴールがどこなのかわからないですが。もう3日はやってません。3日だか4日だかわかんないくらい経ってる気がする。やっとここまで来たんですよ。これはもう失敗は許されない。うまい、最後の動きすごく良かった。宝箱みたいのあったけど絶対無理だから諦めよう。ボールどこ行きました。転がっていってる。玉が吸い込まれていく。あ、変な声出さないでくれるかい。こっちは感動の瞬間だってのに。やっと解放された。あれから何にも食べてないですよ。死んじゃう。大丈夫だ、まだ助かるぞ。お見よめ、落ち着け。ずっとあの玉転がしで精神がボロボロになってるのはわかるが、とにかく落ち着け。まだ助かる、まだ助かる。落ち着けて。もう何が何だか。お見よめ、もうこのステージは終わりみたいだからすぐ外に出ような。てか可愛い子ちゃんに会うのに3日も経っちまったじゃねえかよ。スキップしながら怒ってる。ここにいる間にまた服が臭くなっちまったじゃねえかよ。また買い直した方がいいかな。お見よめも死にそうになってるから今回はカットだな。次回は必ず可愛い子ちゃんのところに行きたいです。ご視聴ありがとうございました。